はい、どうも皆さんこんにちは、ハガセブンです。今日はなんですけども、チャーハンが減量に向いてる、そんなわけないでしょっていうね、ことをお話ししていこうと思います。昨日ですね、僕ジムでトレーニングしようと思ってたら、とんでもない番組がですね、ジムのテレビで流れてたんですよ。これは一体何なんだと思って、写真を撮ってねツイッターアップしたんですけども、それが案の定皆さんに共感していただけてですね、反応があったんで、ちょっと今回動画にしてみました。で、内容が白米よりもチャーハンの方がダイエットにいいということでした。なんかね、ダイエット企画の番組がであって、それでザ・タッチっていうさ、そのちょっとっていう、その芸人さんが出てて、白米とチャーハンどっちが減量にいいんだっていうね、ことを検証されてる内容だったんですけども、最初からね最後までその番組を僕見たわけじゃないんですけどもね、なんで痩せるのかっていうね理由もねちゃんと聞いてないし、でもとんでもないデマ情報じゃないですか。体作りの知識がない人にとってはこんなにね都合のいいことなんてないし、このデマをね鵜呑みにする人たくさん出てきますよ。頑張って番組作った方々には本当に大変申し訳ないんですけど、情弱者を搾取するひどい番組だなと一瞬思ってしまいました。普段の献立のご飯をですねチャーハンに変えたら、ザ・タッチのねお二人の体重は減るのかっていうねみたいな内容で番組進んでたんですけども、なんでチャーハンの方が白米よりも減量に向いててダイエットにいいかっていうね理由をその番組が紹介してたんですよ。その理由がですね本当にびっくりで、油がご飯をコーティングしてなんか血糖値の上昇を緩やかにするから、ご飯よりもチャーハンの方が太りにくくてダイエットに向いてるとかね言ってたんですよ。なんかね素人が聞くといかにもそれっぽい正しい情報のような感じに聞こえちゃうじゃないですか。だけど僕のね考え方を言わせてもらうと、油がご飯をコーティングしようがなんだろうが、もうカロリーはカロリーなので、血糖値の上昇がピーチクパーチクだなんて言ってますけども関係ないです。チャーハンは、油がご飯をコーティングしてカロリーがさらにプラスされる、以上終了です。今回の動画ですね、ちょっと僕辛口なんですけども、ザ・タッチのお二方もねもちろん生活がかかってるんで、そのチャーハンの方がダイエットに向いてるだとか向いてないだとかっていう、本当にそうなのかっていう正しい情報は関係なくって、テレビに出てね台本に沿って、まあ、セリフ言ってるだけなのかなっていう感じがしましたね。まあ、実際にそうだと思うんですけども、ザ・タッチの片っぽの方、一人の方が献立が白米で、もう一人の方がチャーハンの献立っていうことで、まあおかずは同じです。違うのはご飯だけっていう感じなんですけど、おかずが問題で、おかずがハンバーグだったりメンチカツだったり、そういうのを出されてて、それを食べてました。くだらなすぎてね、もう最後まで番組見なかったんですけども、あの流れだとね、まあチャーハン食べてる方が痩せていったのかなと、チャーハンの方がダイエットにいいとか番組で言っておきながら、結局白飯の方がダイエットに向いてますだなんてね、そんなどんでん返しないと思うんで、多分あの流れだと、まあチャーハンの方が減量に向いてるっていうことでね着地させたと思うんですけども、このままだとね本当に今の生活習慣のままご飯をチャーハンに変えるだけの人が出てきてしまいます。なんか一時期流行った朝バナナダイエットとかリコピンダイエットとか、よくわかんないダイエットでバナナとかトマトがなんか売り切れ状態になったっていう話もちょっと聞いたことあるんですけど、このままだとね世の中のコンビニだったりスーパーからチャーハン消えちゃいますよ。で、大方想像できるんですけども、多分結果チャーハンの方がダイエットにいいっていう結果出たと思うんですよ。だけどその結果が出た時に小さな小さな字幕で、適度に運動しました、効果は個人差がありますみたいな、人を騙すかのような字幕出てると思うんですよね。極論を言ってしまうと、チャーハンだから痩せるとかそういう話ではなくてですね、カロリー収支、うん、あの車かっこいいな、俺も欲しいわあの車。極論を言うと、チャーハンだから痩せるとかとかそういう問題じゃなくって、カロリー収支ですね。取ったカロリーが消費カロリーよりも少なければ何食っても痩せます、結局はね。だけどそれはちょっと現実的ではないです。ケーキ食っても多分痩せていくんだろうけど、少量で高カロリーなものっていうのはダイエットに不向きで、たくさん食べちゃうんですよ、うん、だから続かないんですよ。ダイエットってね本当に続けることが一番重要なので、継続が一番大事です。なのでクリーンなもの、加工されていないものがたくさん食べれるし、ダイエットを続けやすいっていう話なんですよ。もちろん栄養バランスはあるけれども、極論そういうことです。はあ、横浜の空は青いな。なんで空って青いんだろう。綺麗だな、快晴だな、心が安らぐわ。横浜最高ですね。ということで、まあコロナ関連のニュースにしろ
マスク関連のニュースにしろ、真実よりも視聴率の方をね、取りに来る。それがテレビっていうね、まあメディアなんだなっていうのをね、コロナ騒動が始まってからですね、2年ぐらい前からですけども、僕は気づきました。これだからな、テレビやなっていう感じですね。NHK 党の立花さんが最近ニュース番組に出て話題になってましたよね。テレビは国民を洗脳するための核兵器よりも恐ろしい道具であるってね、話して、まあなんかそのニュース番組追い出されちゃって、それがね、すごい話題になっていたんですけども、僕もね、ちょっとその通りだなと思っていて、なので僕は基本的にはテレビはもう常に消してて、 YouTube をね見るときだけテレビをつけて見ています。本当にプライベートでテレビ見るってのはね、本当にほとんどないですね。で、今の僕の原料食の炭水化物を、例えば焼き芋をチャーハンに変えたり、白米をチャーハンに変えて、オートミール、バナナ、ブルーベリーをチャーハンに変えて、それでね本当に減量が進んでいったらね、これはもう本当にあった怖い話ですよね。もう本コアですよ。もう本コアにね、もうネタ提供しますよ。まずね、そもそも血糖値の上昇を緩やかにしたいんだったら、油なんか使わないで野菜食べなさいと。以上終了です。そんないちいち油なんか使わなくても野菜食べろって話なんですよ。さすがにね、いろんな人からまあ反感を、あ、ワンちゃんの鳴き声が聞こえる。耳を澄ましてみよう。車のエンジンも聞こえる。ワンちゃん、おお、ワンちゃん可愛いな。動物って最高ですね。まあさすがにね、いろんな人から反感を買いそうな番組の内容だなと僕は思いました。だってね、チャーハンとハンバーグですよ。チャーハンとメンチカツ、それをね食べて痩せるだなんてね、テレビで流しちゃいけないですよ。本当にこの令和の時代の情報社会の時代に、そんな情報流しちゃダメでしょってね、思うわけですよ。これはね、もう見てる人を騙す、誤解する人がたくさん出てきてしまうような内容だなって個人的には思いました。番組内に出てきたザ・タッチのお二人を食事指導した先生いるんですけど、一体どんな人なんだろうってね、逆に気になりますよね。ここまで来るとなんか先生がいて、その先生の指導に従って食事を食べてたらしいけど、どんな栄養士の先生だっていう話ですよ。話をまとめると、人はね、痩せるためにはバランスの取れた、で加工のされていない食事を取るのと、あと運動する、これしかないんですよ。その加工された食事を食べるんだけども、消費カロリーよりも上回らないこと、これが大事ですね。チャーハンはね、絶対にやめといた方がいいです。絶対にやめといた方がいいです。絶対にやっちゃダメです、チャーハンでダイエットなんて。絶対ね、そんな減量法ないし、失敗するのがもう目に見えてるんで、またね、これで一儲けしたメディアがまた新たなダイエット法だとか言ってね、今度はラーメンでダイエットだなとか言い出すんですから、どうせ。だからそんな情報にはね、惑わされないように、僕の YouTube チャンネルを皆さん見てくださいと。正しい情報をね、分かりやすく解説頑張ってしてますんで、皆さんぜひ見てくださいと、そういう話でした。今回の動画はこれで以上かな。テレビでね言ってること、本当に合ってることもあるんでしょうけど、間違ってる情報も非常に多いです。だから普段からね、勉強したり、まあいろんな YouTube の人、まあ、YouTuber の人でも嘘言ってる人多いけど、もうそんなね、アカウントフォローするぐらいだったら、ボディービルダーのアカウントフォローした方がよっぽどいいですよ。ボディービルダー、フィジーカーでね、もうキラキラアカウントいるじゃないですか。自己承認欲求丸出しキラキラアカウントの人たちをフォローしていた方がよっぽどダイエットに有益な情報出てきますんで、アップしてくれるんで、皆さんそっちの方フォローしてください。ということで今回の動画はこれで以上です。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。じゃあバイバイ。